こんにちは。今日はポケモン GO やっていきます。ワンリキの巣に行ってきました。ワンリキを育てると最強ポケモン対策に使える怪力になります。捕まえるときは愛の実をあげて飴をたくさんもらえるようにして捕まえていきました。こんな感じで飴が6個になり2倍になってもらえます。野生のワンリキはこんな感じで出現。こちらが取ってきたワンリキの一覧です。1時間半ぐらいで21匹のワンリキを捕まえることができました。そのうち1匹だけが驚異的な評価のワンリキでした。1匹しかいなかった。驚異的で攻撃力が高い。この点において測定できないほど高い。最高だということはマックスかな。こいつを進化させていきます。その前に他のワンリキを目に変えていこうかな。OK、 全部選択して20匹博士に送る。さよならだ。20匹送ったので次はこいつを進化させていこうと思います。進化プチさせますか。はい、プチプチクオリティ CP が低いな。ちょっと待ってね、音がなかった。じゃあ2番目、2段階の進化いきます。はい、出た怪力 297CP。 低いな、かなり低い。そして技はバレットパンチと爆裂パンチ。ではなかなか強い。爆裂パンチがいい感じだ。バレットパンチと爆裂パンチになりました。これで怪力が2人目2人目になりました。こちはカウンターと爆裂パンチです。こちはバレットパンチと爆裂パンチ。ということで最強ポケモン対策にワンリキの巣に行って怪力を作ったという動画でした。ありがとうございました。こんにちは。今日はポケモン GO やっていきます。ワンリキの巣に行ってきました。ワンリキを育てると最強ポケモン対策に使える怪力になります。捕まえるときは愛の実をあげて飴をたくさんもらえるようにして捕まえていきました。こんな感じで飴が6個になり2倍になってもらえます。野生のワンリキはこんな感じで出現。こちらが取ってきたワンリキの一覧です。1時間半ぐらいで21匹のワンリキを捕まえることができました。そのうち1匹だけが驚異的な評価のワンリキでした。1匹しかいなかった。驚異的で攻撃力が高い。この点において測定できないほど高い。最高だということはマックスかな。こいつを進化させていきます。その前に他のワンリキを目に変えていこうかな。
経緯全部選択しても非常にできる。博士に送るさよならの20匹送ったので、次はこいつを進化させていこうと思います。進化ポチッさせますか。はい、ポチッ。どうしよう。クオリティ CP が低いな。ちょっと待ってね、音がなかった。じゃあ2番目、2段階目進化いきます。はい、出た。怪力 297CP 低いな、かなり低い。そして技はバレットパンチと爆裂パンチ。これはなかなか強い。爆裂パンチがいい感じだ。バレットパンチと爆裂パンチになりました。これで怪力が 2人目になりました。次はカウンターと爆裂パンチです。じゃあバレットパンチと爆裂パンチ。はい、ということで最強ポケモン対策にファンリキの巣に行って怪力を作ったという動画でした。ありがとうございました。こんにちは。今日はポケモン GO やっていきます。ワンリキの巣に行ってきました。ワンリキを育てると最強ポケモン対策に使える怪力になります。捕まえるときは愛の実をあげて飴をたくさんもらえるようにして捕まえていきました。こんな感じで飴が6個になり2倍になってもらえます。野生のワンリキはこんな感じで出現。ワンリキの一覧です。1時間半ぐらいで21匹のワンリキを捕まえることができました。そのうち1匹だけが驚異的な評価のワンリキでした。1匹しかいなかった。驚異的で攻撃力が高い。この点において測定できないほど高い。最高だということはマックスかな。こいつを進化させていきます。その前に他のワンリキを目に変えていこうかな。OK、 全部選択して非常にできる。博士に送るさよならの20匹送ったので、次はこいつを進化させていこうと思います。進化ポチッさせますか。はい、ポチッ。どうしよう。クオリティ CP が低いな。ちょっと待ってね、音がなかった。じゃあ2番目、2段階目進化いきます。はい、出た。怪力 297CP 低いな、かなり低い。そして技はバレットパンチと爆裂パンチ。これはなかなか強い。爆裂パンチがいい感じだ。バレットパンチと爆裂パンチになりました。これで怪力が
2人目になりました。私はカウンターと爆裂パンチです。私はバレットパンチと爆裂パンチ。はい、ということで最強ポケモン対策にファンリキの巣に行って怪力を作ったという動画でした。ありがとうございました。